こんにちは、吉田さん。シーマがね、生産終了になったの私もよく存じ上げております。あの、すごく、ショックと言いますかね。まあでも、しょうがないなと思いました。クラウンも、セダンタイプはもう生産を終了して、これから多分ミニバンのクラウンとかね、それから RV のクラウンとかに変容していくんではないかなと思います。まあ私としてはね、車といえば、あの、フォーダーセダン、3000cc、4000cc こそが自分の本分だと思いますので、これからもね、 あのセルシオを中心としたあの VIP、えー、セダンこういったものを追い求めたいなと思うわけなんですけどもでもまあ時代が変わったんではないかなというところでございますこれからはね新型の,あのセルシオとかね乗ろうと思っても乗れないしそれから新型のシーマをいくら追い求めても出ないわけじゃないですかそういう意味でいうと私たちはメーカーに自分の,そのポテンシャルを依存してるとも言えるんですよね 新作を出しててもららえなないいとその中から選べないって状態ですまあこれをねやっぱりビジネスとか暮らしに当てはめていくのはちょっと強引かもしれませんけども自分が暮らしを作ってるんですかとかね自分がお金を作ってるんですか自分がマーケットを作ってるんですかってことを考えるといや私はね多少なりとも自分が暮らしていけるだけの行動範囲は自分で作れてるんであーなんか抜け出したなって気はしますよね。あの少なくとも店舗をやってるときっていろんなね 制約があるんですよプラス社員を雇うともっと制約がかかるんですよもちろん主導権はこちらが握っているんですけどもおまあ社員のね評価っていうのは社長がするわけですからねで社員はもしかしたら会社とか社長を評価するかもしれませんけども気に入らなかったら入れ替えれば済むんでどちらかというと立場は永遠に経営者側の方が強いわけなんですよねだからこそ経営者になるうまみもあるわけなんですよリスクはその代わりむちゃくちゃありますけどね リスクはむちゃくちゃあるけども自由度がそれに見合ったぐらいあるんで、まあ、私はねやっぱりこれからもうんまあ人に使われるのは別に嫌いではないんですけども選ぶとすればどちらかというと、うん、人をね使っていくっていうかねこうやったら偉そうなんですけども、うん、なんか根底にはね人任せにした方と自分が決めた方とどっちがいいかなと思ったらどう考えても自分が主導権握った方がより多くの人を正しく導いていけるんではなかろうかっていう勘違いもあるんですよ。 で人に何かね選択の,そのコントローラーを渡した時に良かったことっていうのがほとんどないし多分いいわけないだろうなと思うんですよねまあけどたまにっていうかね基本的には人にまずは任してみるんですよ任してみてその結果を見てどうしようか俺やろうかみたいなのを繰り返しがまあ一番いいかなということなんで頭ごなしにね俺がやるんだみたいなことはないですけどもただ会社経営をする中で感じたのはあの結局はあの何 自分の立場とか、自分の身分保障を他人に任せる。つまり、社員になろうとするとかね。雇用をしてもらおうとかね。外注受けようとする人には、自分で何もかも決めていくっていう。なその ちょっとね、こうポテンシャルはちょっと薄いのかなと思いますよね。もちろんそういう段階を経てゆくゆくはあ自分で決めていく仕事や人生を作っていける、培っていけるっていうのはあるんで永遠にダメってわけではないんですけどもただ、残念ながら人生ってのは限りがありますんでいつまで経っても修行中ってのはなかなかね許されないことだと思うんですよ。もう特に人の命を司っていくようなねまあ、家庭を持つとかね何らかのこうコミュニティを運営していく上では自分が 他者よりも圧倒的に主導権を握って勝ち進んでいくってことでなければ自分の家族がコミュニティを守っていけませんからねだからそっかじくにしてもドリームアカデミーにしても他よりも優れていることもう誰にも負けないことどこまでも強くねたくましくいることがそういうリーダーでいることがあ多分入塾してくださった皆さんの期待に応えることだと思うんですよで同じようにね私ねあのトヨタ自動車にはねあの世界一の 会社ででいい続けてもらいたいなと思うんですよ今でも世界一の会社はトヨタだと思ってますね。うん、それは私が勝手に思ってるんで全然ねあの会社分析経営分析としては全然違うっていうフォードの方がすごいよっていう意見が出るかもしれませんけども私はやっぱりトヨタによってあのカーライフっていうのを充実させてもらって、まあ、車ってものをね本当に好きになったしで信頼する車っていうのにもいくつも出会ったそのたに私はトヨタだったかなと思いますよね。でコスプレ気分で 乗っているトランザムよりもトヨタの方を信頼してるんですよ。乗る車としては、あのトランザムはあのまあ、ど本当にねあのコスプレなんですよ。<laughs> だってあのナイトライダーのマイケルナイトになりたくって持ってるようなもんなんで、だから乗らなくても全然満足度は高いし、洗車してるだけでも幸せなんですよね。まあそういう意味で言うと、もしかしたら本当のアメ車ファン、旧車ファン。 ナイト2000のレプリカファンにはね、お前は異端だと言われれるかもも、ししまませんけどでで結構ございす。申訳ないですけども、んかトランザモに乗る資格はないって言われるかもしれませんけども免許があって帰れば乗る資格はあるんですいませんっていうねこういう冷静な対処になりますけどもちょっと話をね脱線したんで戻しますとやっぱり自分でそのマーケットを作ってるのか自分でその暮らしを作ってるのか自分でそのお金を作ってるのか自分でその時間を作ってるのか自分で人生を作ってるのかに繋がると思うんですよ。 だから誰か任せとかねこれがいないと成り立たないとかこうしないと自分はもう行き詰まるとかっていうのはもうすでに自分の人生のコントローラーを他者にね分け与えてるってしまってることかなと思うんですよ。まあそういう意味で言うとじゃあこの日本という国はね私の人生を差し当たっては遂行するのに必要なんで愛国心っていうのも出てきますそういう意味ではね。何もね日本のためにお国のためにっていうねその戦時教育みたいな気持ちはないんですけどもでも差し当たってはこの人生を。 続けていくためにはあそして家族を生かすためにはこの国にどうしてもね生き残ってもらわないと困るんですよねそれは例えて言うとあのトヨタ自動車が倒産したらもうセルシオのサポートが受けられななないいみたいなもんなんですよだからどうしても自分が居場所と決めたその位置づえには生き残ってもらいたいので悔しいけれども高い税金も払うしね国の決まりにも従うしもし国防の必要があるんだったらそれは 国を守るためというよりも家族を守るために前線に立つ覚悟はいつもあるかなってとことですよね、まあ、なんとも物々しい話になりますけども今回のテーマはそういう意味ではね守るっていう感じで行こうかなとやっと決まりました守るですね人はそれぞれ守るものがあると思います守るっていう感じは2つあるんですよ集合って書きますけども簡単なね浮か羽冠で守るっていう方とごんべんの護衛官の守る方ですよね私はより守る意識が強いので もうね、護衛艦の守る方です。この「守る」っていう感じには実はね防衛するっていう意味よりも攻撃を仕掛けていく敵基地攻撃能力って最近も言いますけども日本を他国からのミサイル攻撃から守るためには敵国のミサイル基地を破壊しなければならないって選択肢にもなってですねそれが敵基地攻撃能力は防衛になるかならないかっていう議論が巻き起こりましたけども結局は。 敵基地を攻撃することも防衛のうちだというところに今のところは落ち着いているようですよねそれこそ飛んでくるミサイルを守るだけではいつか迎撃を漏らして結局自分の土地とかねそれから自分のまあ、国民を傷つけることになりますからこちらからね先制攻撃じゃないにしてもおまあ、敵基地のこう能力を無力化していくこういったものは必要なんじゃないかなと思いますよね、まあ、そういう意味ではね私あのどちらかというと 守備という守るという,いう意味よりも攻撃して攻撃が最大の防御って言いますけどねまさに護衛官の護っていいいう感じを今回ねねタイトルにつけたいと思いますよ、ね、だからねやっぱりこういいいいいいつも戦ってかかないといけないかなととけ思います少なくとも気合とか自分の気持ちは見せていかないといけなくって何を考えてるのか分からないというよりもあいつはちょっと触ったらむちゃくちゃ攻撃してくるから。 だから、穏便に対処しておこうっていう風に思わせていかないといけないかなそういう意味で言うと、自分の能力プラス、1.5倍ぐらいのね、えー、圧力とかね、気迫を出していくことぐらいはしないといけないかなと思います。だから常に、あれですよね、新しい挑戦をしていくとか、あのどんなことにも、結果は分からないけど、とりあえずやってみるみたいなね。 即、うん、断即決即実行君がやらねば誰がやる俺がやらねば誰もやらんみたいな感じで <laughs> いかなくてはいけないかなとまさにこの YouTube の発信ってのは即果塾の塾生さんがねうわうちの塾長はむちゃくちゃ動画やるなとだからあすいません動画ができませんでしたみたいなね <laughs> そんな塾生ばっかりですよいやなかなか塾長みたいなレベルではできませんよみたいなねそれはできませんよ塾長なんで塾長はあのどんな塾生にも 負けないんです <laughs> だからこそ引っ張っていけるんですみたいなねあの気合だけでも見しとかないといけないなっていうことでございます今回のテーマだから守るっていうことでねお届けしましたけども逆にこう攻撃するっていうんですか攻めるっていうのは一体どういうことなのかなと思っちゃいますよね、えー、人に言わせればね防御は最大の攻撃だと言われますだからどんなに攻撃していっても難攻不落だともうねこっちが攻撃力を消耗するだけなんでもう攻めるのやめたってなるそうなんですよ、まあ、ですんで 強固な要塞もしくは強固な槍どちらも強いということになると思います、えー、結局はね最高に守りが強いか最高に攻撃が強いかじゃないと何も守れないんじゃないかなとつまり自分の人生を他者に明け渡すことになるんではないかなと思いますよね、えー、というのもね一つエピソードを紹介しますと実はね先月のことなんですけどもちょっとねえっ、ー、としばらくの間不死家庭のお父さんからあのご相談というかね 連絡をいただくことがあってその中で改めて分かったんですけども通常母子家庭ってあるじゃないですかそして当然ですけども父子家庭ってのもありますよね母子家庭ってのはよくね取り上げられること多いんですよ母子家庭のお苦しい暮らしとかねなかなか仕事が決まらないとか育児とおなんか仕事の両立が難しいとかねいろいろなんか私は聞くんですよね順調に母子家庭をやってる ことっていいうののあんまりないのかなかもしくは順調にやってるところっていうのはね知らされてないのかもしれませんけどもその父子家庭の方に聞くとなんか不子家庭のなんかつながりとかあるみたいなんですよ。で基本的には誰も困ってないらしいんですよねどういうわけか。えでも子供って1歳とか2歳ですよねみたいな。全然大丈夫ですよみたいな。母子家庭の方がいろいろ困ってるみたいなこと聞くんですけどもちょっとね私はそういうのないですねとかね。 いや特にもう普通レジャーも過ごしてるし子供もストレスなく育ててるしみたいなこと言うんですよねうんなんかすごいなんかそれは何なんだろうと思っちゃうんですよねでそこで私が感じたのはあの、まあ、男性は基本的に重いものが持てるんで買い物の回数も少ないしなんか基本的に車持ってる人も多かったり機動力があるんであのいろんな作業がねパパパッと済むんじゃないかなと思うんですよあとはまああの子供が大きくなってきた時にまあ1 0キロを越すとね やっぱりこう、母子家庭のお母さんが好きな時に子供を抱っこしてあげれるかなと思ったらまあなかなかきついのかなと思いますけども結構男性はひょいひょいあげれるもんだろうなとあんま気持ちの持ちちの方だだだけなんですよね、ねからねだからそういう意味でも自分で暮らしを作ってるのかとか自分でお金を作ってるのか自分で時間を作ってるのかいろいろね自分の家庭を作ってるのかどうこうっていうことを考えると与えられたもので最高のパフォーマンスを出すってことを考えるとうーんやっぱりねあの社会的には。 男女平等とかね叫ばれてますけどもやっぱ女性にはちょっと下駄を吐かした方がいいなと本当に思いましたねあの不死家庭で困ってる人っていうのはいるんでしょうけどもなかなかね知る機会がなくって、まあ、確かにお父さんもねなんかこう精神的に不安定だったり体力がなかったりとか子供の扱い方が全然ね,ねうまくいかなかったりとかあると思うんですけどね特に男性っていうのはね,あの不,死あのね不死家庭になった時にじゃあ育児とか保育とかをやってるかっつったらやってない例が多いんで。 とかね押し目も変えたことがあんまりないみたいなことがあったりとかね、うん、様々あるのかなと思いますけどもんかそのあんまり詳しいことはその方はねあの内緒にしといてくれだったんですけども <laughs>、うん、なんかね内緒にしてくれっていうのはちょっとね <laughs> まあ要するにね あの不死家庭っていうのはまあここで内緒にしてくれって言いながらも匿名だから言いますけどもなんかね援助してくれる女性が結構あって見つかりやすいらしいですね <laughs> でもなんか母子家庭に言い寄ってくる男性はろくなやつがいないって <laughs> そんなことがあってやっぱり一定の警戒心をあの母子家庭のお母様は抱くしでも不死家庭のお父さんってのはどっちかっていうとなんかね女性が積極的にねなんか恋人気分とかね奥さん気分で協力してくれる人に出会い出会い <laughs> 安いいらししんでですけども本当でしょうか <laughs> かわりませんけどどもねどういあこの辺はちょっと余計な話になりましたけどもあの、まあ、でもねその暮らしあなたが作ってるんですかその時間あなたが作ってるんですかそのお金あなたが作ってるんですかってことを、まあ、自問自答しながら生きていくとあまあ確かになんとか自分でやってるところあるかなもちろんお金を支払ってくださる方とか協力してくださる方の,あのおかげもあるんですけども軸になるのはあ 全部俺が始めて全部俺がケツ持ってるなてところはねやっぱこう経営者をやっていてよかったっていうのは会社の経営ってまさにそれじゃないですか <laughs> うんだからまあちょっと練習になってたかなっていうところありますよねだから組織を抱えることも一人でやっていくこともどっちもどんてこいっていう風になったかなということころでございますね、まあ、腹がもともと座ってたんですけどもさらに座ったかなということころでございます やっぱ髪の毛黒いっていいですね。なんかね <laughs>、ついついしゃべりが長くなります。髪の毛黒いと。うん、やっぱ若くね、痛いですよね。いや、でもね、もう50になるわけですよ、吉谷さん。ね、これから40になろうかという吉谷さんに、いや、俺、50になりますよ、みたいなね。50歳に見えますか。まあ、分かんないですけどね。いってらっしゃい。